ここは修正していきたいですよね。ついに西村が3つ目でファウルになりましたので、もう富樫がここで出る形になりました。バウンドパス、うまく使っていった、パーフェクト。面白いですね。森川も戻ってきています、横浜。今ボール森川です。森川シューターですが、一度入った、そのまま下がりながら難しいシュートになりました。ただ拾い直して、そして持っていくのマッカーが、いやベルトですね。もらったチェンバース、中入れてベッコン、ベッコン入る、飛ばした、よしという感じで森川激しくいく、動かすベッコン、ベクトン動きながら決める。残り3秒、時間がない、奪った、あ、この逆にスティール、奪い直した、でバスケットカウントになりました。落ち着いていましたね。はい、良かったですね。奪ったんですが、その後逆にまた奪われました、で、ここで落ち着いて